はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では信長の野望創造戦国立志伝小早川秀明でのプレイ続きをやっていきましょう。前回ですね、なんとか東海道を東進するというところで犬以上まで、確保したというところをお届けしました。なので今回はこの続きになります。で、各国の情勢ですね、見ておくとですね、九州は西軍で、全て埋め尽くされているという状況です。島津を中心に毛利、あと、もちろん小早川というところになります。で、四国はですね、同じく西軍で全て、制圧済みで、長宗我部を中心とした部隊が、四国を治めているという状況ですね。で、中国地方に関してはもちろん毛利で、備前、備中、この辺りは宇喜多というところですね。あと美作家も含めて宇喜多です。で、畿内に関しては基本的には豊臣、石田、この辺りで固めているという状況になっています。で、美濃に関しては織田で、三河あたりからですね、敵との国境付近になっていまして、駿河に関しては依然掛川城が徳川方の、山内家というところになっています。で、信濃に関してもですね、甲斐に関しても基本的には、徳川と勢力を、共にしている浅野の勢力が入ってきていると、影響力があるという状況になっていますので、今回はですね、作戦としてはですね、まず東海道に関しては引き続き小早川が中心になって、徳川の東海道あるいは山内、この辺りからの反攻作戦を食い止めるというところとですね、信濃方面に関しては石田、織田が連合して、徳川浅野の反攻作戦を食い止めるというところで戦っていきたいと思っています。で、もちろん小早川一つでですね、一つの一家で、徳川に対抗するのは、ちょっと難しいというところで、小早川家は今兵力でいうと3万3000で、徳川は10万というところで、だいぶ開きが出てきています。で、石田に関しては9万5000、徳川に唯一匹敵する力を持っているというところと、あと織田家が2万2000になっていますね。で、豊臣もですね6万2000と、さらに毛利とかこの辺りをひっくるめると連合としてはかなり大きく徳川の連合を超えてはいるんですけど、戦闘に参加してくれるのはですね、織田、石田、この辺りまでになってくると、徳川の方がむしろ浅野を含めた力を考えると強いという状況なので、なんとかねこの辺りの打開のために小早川が動いていきたいというふうに思っています。では早速プレイの方始めていきましょう。で、早速、佐竹義重隊と安藤直継隊、これが犬以上に向かってきてますね。そうするとギリギリまで引きつけて、犬以上で、迎え撃ちましょうか。小早川秀明一旦戻しましょう。で、援軍の要請出せるようであれば、犬以上に援軍の要請を出してこれを食い止めましょう。で、織田に関しては松倉城攻めに入ってもらい、で、あとこの後ね、大谷義継とかはね動きようが多分ないですよね。攻められる場所がないので、このまますいません、静観していきたいと思います。で、今九州の方からは援軍というか本体をこの犬以上近辺に集結させていきますので、それが整ったら、少しは戦えるかなという状況になりますね。では内政のところ、ここはねもうきっちりやっていかないといけないところとしては、まず兵糧ですね。兵糧、お金があるものの兵糧が全然ない状況が続いているので、ここはしっかりやっていきましょうというところと、あとですね、このあと防御的な戦いがおそらく続くんじゃないかなと思うので、陣象を築きながらの戦いになっていくんじゃないかということで、付け城戦術、これを入れておきたいと思います。
まあ、すぐにね、有効になるわけではなく、しばらく時間がかかりますからね。で、あとは、家臣の任命ですね。今取った犬以上に対して、長崎を入れていきましょう。で、ここに竜蔵寺2人を入れて、さらに竹永重門を入れておきましょう。目付的な役割として。で、外交のところなんですが、朝廷外交は、今だと、すでに信用は100に達しているので、必要ないですね。で、前田家に対しては、できれば抱き込みの戦略でいきましょう。なので、稲葉を送り、さらに、どうだろう、贈り物がなんか持ってるかな？あ、持ってるね。一等級とか持ってるじゃん。まあ、とりあえず、給湯器のものをあげて信頼にしておいて、前田の、外交の工作効率を上げていきましょうか。で、その後になるんですが、陣将をね、立てていく必要は今はないかな。となれば、進出ですね。岡崎城の周りはまだまだ手薄なので、まあ、今後の岡崎城が最前線になる可能性もあるので、この辺りはしっかり内政を入れておきましょう。あと改修ですね。岡崎城に関してはもう絶対防衛ラインになると思うので、岡崎城の改修は入れておきましょう。まあ、最悪岡崎城で敵を食い止めるという形ですね。まあ、そこまでをちょっと考えたくはないんですが。では、敵の方が、山内は置いといても、佐竹義重、安藤直次、これがまあ合わせて約4500。これが出てきているので、まあ、これを打ち返すためにどうするかですが、兵糧が足りなくて出陣できないね。9月終わったばかりの10月時点で出陣できないって、相当だな。相当な米不足ですね。ただ福島正則が出れないとなると、ちょっと厳しいな。まあ、援軍が出てきてくれれば、なんとか持ちこたえられるかなという気もしますけどね。三成も出てきているので、まあなんとかはなるかな。浜松城に5900、これはどこの部隊だ？池田戦隊ということは山内だな。これをどう、まあしのぐかというところだ。まあちょっと難しいけどね。ここに関してはとりあえず織田の勢力を伸ばしてもらいたいので、鞍上に織田秀信隊を出してもらいましょう。で、浜松城は落とされたくないので、浜松城に対しては、どうしようかな。名古屋城にまだ兵が戻ってないですね。岡崎城も厳しいな。ただ、このまま行けば、順当に行けばですが、富田隊、石田の富田隊がおそらく浜松城近辺で、山内一豊とぶつかるはずなので、ちょっと静観しましょう。まあ、兵がいない以上出せないというところ なんですけどね。で、久喜家に対して今援軍要請が一旦終わったので、もう一回連続で援軍要請が出せないかな。出せないね。しょうがない。で、庭に関しては松倉城の防衛、攻撃はできないので、まあ、このままちょっと様子見しますか。なんともだな。清須、尾張、この辺りにまだ軍が戻ってないというのが厳しいですね。おっと、予想外に富田隊が早く引き上げたか。援軍の要請が出せないのは厳しいね。浜松城がこのままだと池田隊に、あるいは、山の内隊に取られてしまうので、それを避けるために、
島正則が出れないんだよね。ここ2800で出るのはちょっと無謀だよね。そうなるとちょっと数は少ないですが、金松隊を出すしかないかな。まあ挟み撃ちにすればなんとかっていうところですかね。さてさて、軍勢ですが、清須の小早川秀明はまだ集結は2000止まりですね。で、情勢見ていくと、まず犬以上に関しては、三成隊が524、富田隊が1500か。で、敵の数が合わせて2000。なんとか追い払えそうかなという感じだな。問題はこっちだな。池田戦隊がちょっと強いね。福島正則が出れれば、まあ、ちょっと形勢は変わるかな。ちょっと数は出せないですが、2800を出しましょう。出陣するぞ。で、遠方より出陣させている九州からの増援ですが、ちょっとこれに到着に時間かかってますね。この辺りがまだまだこれからってところかな。もう少し時間はかかりそうですね。となると心配になってくるのがやっぱり兵糧ですね。ちょっと買っておきましょう。ちょっとでもいいので。で、あとはですね、建設系で、入れておくとすれば、岡崎城に水田を建てておきましょう。これでどうなるかだな。全然軍の進行が遅いですね。ここに合わせて1万ぐらいの軍がいるんだけど、これがなかなか到着しなそうな雰囲気を醸し出してるな。一番先行してるのが滝川辰政隊で1300。これがまだ時間かかりそうですね。まあなんとかそれまで持ちこたえていくしかないかな。お金ももう底をつきたしね。この状況を打開するには、久喜家からやっぱりちょっと援軍が欲しいけど、まだ出してくれないかな。ちょっと確認しましょうか。援軍出せるね。そしたらこれ浜松城まで久喜隊に来てもらいましょう。で、久喜隊が間に合えば、まあ浜松城に関しては守りきれるかなという、まあある程度の。数的な見込みは立ったので、じゃあ金松隊は犬以上の防衛に回りましょう。犬以上がね、ちょっと数的に厳しいかな。我が王の城包囲されました。ご命令下され、報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、岡崎城には引き続き水田を建てていきましょう。あとは、武家屋敷を一つ、あと岡崎城の修復も入れておきましょう。まあ、岡崎城はね、さっきからお話している通り最前線に、まあ、今後なっていくようなところになってくるかなと思うので、岡崎城の修復は入れておきます。で、まあ、犬以上はあとは残ってる部隊で十分に殲滅できるので戻しましょう。で、福島正則と池田戦隊、ここもまあ間違いなく叩けるので問題ないですね。福島正則は戻しますと。
で、テルモトから鉄448、これは嬉しい448だな。では福島正則は城に戻して、まあ、耐久が下がっているところは耐久の回復もですが、やっぱり兵力不足ですね。兵がちょっと早めに、来てくれないと厳しいな。で、滝川隊が1300、これがもうじき到着ですね。高遠城、上原城、まあちょっとこの辺りがどうかというところと、浅野家がそれなりの勢力なんですよね。1万5000っていうこの数で、前田に対しての工作状況はというと、信用33か。これもう少しで援軍要請が出せるようになりますね。援軍要請が出せるようになったら、とりあえずですね、前田に関しては徳川攻めに入ってもらいましょう。で、その上で連合に巻き込むとこういう形にしていきましょうか。今だと前田家は中立的なポジションにいるので、これを連合に抱き込むというところですね。で、山内家に関して言うと、先ほど追っ払ったばっかりなんで、うまくすれば掛川城、これ820しかいないんで、これ抑えられないかな。ちょっと軍を起こせないか確認していきましょうか。名古屋城が951か。で、清洲城が3173。これだと、まぁちょっとさすがに厳しいかな。久喜家とかがね、もう少し頑張って、むしろ、この、山内を取ってくれたりすると、すごく楽になるんですが、まぁさすがにそこまで、虫よく済みはしないですかね。高遠城がね、結構厳しいな。ご命令ください。報告いたします。報告。で、各国との同盟が切れていくので、同盟を継続していきましょう。各国との同盟になります。まあ、この辺りは西国各国とは、まあ、永続的に同盟を結んでいく、まあ滅ぼして自分の家の勢力を拡大するっていうのももちろんありなんですけどね。ちょっと今そこまで手が回らないというのと、まあ、あくまでも今回はできれば西軍としての勝利を目指していきたいという思いもあるので、ここはね、現状の同盟国とは同盟関係を維持しておきましょう。で、前田に送った贈り物の効果が切れているので、再度贈り物を送っていきましょう。今労力がゼロなんで、ちょっとこのまま軍の到着を待ちますか。九州からの増援がもうすぐやってくるので、この増援がやってくれば、そうですね、例えば高遠城に対して一緒に攻撃を仕掛けて、石田の勢力を伸ばさせてあげるとかっていうのを少し考えて いければいいかなというところですね。で、最新の状況なんですが、石田がついに10万を超えましたね。拠点が21です。で、徳川が拠点が30で兵数が11万。まあ、拠点数をやっぱりちょっと削っていかないと厳しいな。前田に対しては33,000。織田家が、秀信の方かな、これは。そうですね。秀信の方は、24,000。で、石田はというと、10万でしょう。浅野が16,000。まあ、前田を抱き込めるかどうかでだいぶ変わってきますね、状況がね。ちなみに徳川の方のトップはというと、そうだ、北条早雲が知力99でいるわけですね。
なかなか厳しいですね。ちなみに小早川家でいうと統率一番高いのは直重か、あと武勇は正則、まあ、それなりに粒揃いではあるんですけどね。あ、そうそう、あと忘れちゃいけないのが小早川秀明直に死んでしまうんで、ここはちょっと交渉をきっちりしておいて婚姻を結ぼうかな。石田に関してはどうかな。今いるのが奥平だけか。これはあれですよね、関ヶ原の戦いで積極的に東軍に寝返りを進めた武将ですよね。じゃあそんなことはさせないぞということで、石田うたちゃんをちょっともらっておきましょう。あとは、まあ、そのいわゆる ところとしては、そもそもあれか、長宗我部とは同盟結んでなかったのか。これすぐ同盟結んどかないと危ないですね。危なかったな。同盟結んでないところ他にないよね。同盟、同盟、基本的に同盟結んであるよね。小西家に関しては結んであるし、織田に関しては同盟結んでないんだ。同盟結びましょう。まあ小野寺家に関しては正直どうでもいいかなって感じはあるんで。そうかそうか、危なかったですね。織田をみすみす東軍に渡してしまうところでしたね。で、石田との同盟、まあ、婚姻同盟とですね。あと秀勝に関しても同盟結びましたと。そしたらどうだろう、滝川隊は犬以上へと進出させましょう。犬以上の方が危ないですからね。ご命令ください。報告いたします。さて、そしたら軍の状況を確認しておきましょうか。まずは、ようやくここまで来たか。まだ四国にいるんだな。しかも鍋島隊が7なんと、ここで、兵糧切れ起こしてるな。どうしてだろう。まあ、兵糧切れ起こしてる部隊そのままにしとくわけにもいかないので、ちょっとこいつは返しましょうか。ちょっともったいないな。5000の部隊を戻す羽目になるっていうのはもったいないですが、まあ仕方ないですね。で、むしろ状況はより厳しくなってきているのかな。ちょっと今松倉城近辺で部隊が動いてますね。これはどこかというと、なるほど、松倉城に関しては織田秀信の部隊が囲んでるけど、これはちょっと多分落とせないだろうな、この数だと。惜しいところまで行ってるだけにもったいないですけどね。そうすると織田をここでへばらせるわけにはいかないものの、やはり小早川家で九州から出している増援、これの到着を待って高遠城攻め行いましょうか。石田と共同で。で、ちょっと今見たところ援軍の要請ができるようになってましたね。今出陣できる拠点がないと言われているものも絶対あるので、もうちょっとターンを待ちましょう。部隊を駐留させている限り早々は敵も攻めてこないはずなので、基本的に部隊を駐留させておきたいですね。で、庭との同盟は維持、大谷との同盟も維持していきましょう。まあ、基本的に同盟は全て維持していきます。
で岡崎城には進出をかけていって武家屋敷と水田ですね、基本はを建てていきましょうというところになっていきます。で、援軍の要請なんですが、前田に対して援軍の要請ができないのが気になるな。あ、なるほど、敵の連合に入っちゃったんだな。ちょっと遅かったですね。そうなると、敵の連合に入ったか。いやー、これはちょっとあれですね、こちらの考えが甘かったかな。そしたらここは少しでも削っていくために、もう前田と海戦を意識した戦いをしていくしかないですね。豊臣自ら前田攻めを行ってもらいましょう。まあ前田のこの城はね、はっきり言って攻めやすいというか、各国含めて戦いやすいんじゃないかなとは思うので、問題はだ、やっぱりここなんですよね。この信濃海、この辺りをうまーく攻略していくことができれば、関東まで迫れるかなというところなんですけどね。ちょっと軍の到着がまだまだ時間がかかりそうかな。早く来てほしいんですけどね。まだ多岐川隊しか到着してないんで。ただ一方では清洲城の小早川秀明本隊が4700まで回復してますね。岡崎城も3500、浜松城の回復がちょっと遅れてるかなというところですね。もういつ敵が動き出してもおかしくはないので、さてさてどうする、どこまで進んでくれたかというと、お、ここまで来てるね。よしよし、5500に3100、まあやっぱり約1万ぐらいの軍勢が集まってくれると勝負になるかな。で直重隊、直重は大きいな。まあちょっと兵力としては2000に満たない兵力ですけど、まあなんといっても統率が高いですからね。でその犬以上に対して、攻めてきますね。で城は落としたわけだな。そうなると今度は援軍の要請をしっかり入れていかなきゃいけないのが、まず織田に関しては犬以上に関して防衛のための戦力を出してもらいましょう。で同じく三成に対しても援軍を出してもらいますと、まあ、犬以上防衛するための戦力ですね。で他で言うと、今すぐ援軍要請ができるところで言うと松倉城は攻められないかな。となると庭が一つ城を増やしているので、もう本当はねここ豊臣に取ってもらいたかったかな。本音を言うとね、豊臣が取るべきでしたね。まあ、今更だな、今更ですね、今更だ、しょうがない。ちょっとここは僕の見余りがありましたね。そうすれば豊臣の前線を少し押し上げてあげることができたんですが、まあ今更ですね。まあ庭に頑張ってもらうしかないかな。では犬以上の攻防戦の方に入っていきましょう。味方の増援はおそらく間に合わないかなと思うので、敵が出てきているのが雪村4000、厳しいね。でこっちは早雲か。いやー、家康の方は惜しみなく犬以上ごときに最強クラスの武将を出してきましたね。なかなかどうして
家康も手抜かりがないというか、しっかり攻撃してきますね。雪村と早雲を退けるんだったら最低でも同じぐらいの兵力がないととても退けられないと思うので、そうすると小早川秀明も出さざるを得ないかもしれないですね。で、援軍状況を確認しておくと、久喜家がどこまで来れるかだと、浜松町までか、犬以上までは来れないですね。で、大谷はというと、大谷も、やっぱ清須とかその辺までだよね。織田に関しては松倉城攻めに入ってもらいましょう。秀勝の方ですね。で、石田対奥重政2900、この辺りが犬以上に間に合えばというところですね。あとは敵の方も増援出させないために、徳川勢が攻め込んできているので出れないかもしれないな。となると自分のとこの部隊だけで追っ払わなきゃいけなくなりますね。ここはちょっとじゃあ挟み撃ちにしていきましょうか。福島正則が出れないね。1500しか出せないか。これは総軍の1万にぶつけるしかないですね。確実に追っ払わなきゃいけないので。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。庭はどうしたんだろうか。このまま行くと庭に関して言えば、前田を切り崩したいけど、前田がこのままだとちょっと切り崩せないかな。松倉城がねちょっとやっぱ邪魔なんだよね。松倉城をしっかりとまあこちら側に組み込めればいいんですが、金森家は敵の連合に今入っているわけだな。まあ一進一退の攻防というところになりますね。清洲城の部隊が6000まで回復、まあ、ただ逆に言うと6000、まだ6000っていう感じもするしね。で、あとはやっぱりこの岡崎城が5000っていうのも厳しいし、浜松城に関しては兵糧が少なすぎるので、まあ、ちょっともしかしたらこの浜松城と犬井城は軍団化してしまった方がいいかもしれないですね。で、あとは九州の方ですが、部隊を戻しているところがどうなってるか。ま、出っ放しなので、ちょっと難しいかな。兵の回復とかそういう以前の問題ですね。悔やまれるのはやっぱりちょっと、庭家が少し弱いかな。徳川がさらに伸長してるからな。徳川が13万人になってるのに対して石田は10万5000ということで5000しか増えてないのに、徳川の方は2万兵を増やしてますからね。やっぱこのままいくとどんどん国力の差というのは広がっていって、より戦いづらい状況になっていくのは少し目に見えてきてるな。
外交状況をちょっと見て徳川に組みしていないところがあれば、そこをうまく利用していくしかないんだろうけど、基本的にもうこの関東から東に関しては徳川の勢力圏と見ていいよね。まあ、最上あたりを抱き込んで、まあ、伊達、を潰して徳川に迫るかっていうところだけど、伊達は伊達でね、2万9000でしょ。最上は高高5000。このあたりは難しいよな。その兵力としても、奥重政隊、どうかな。そしたらここはちょっと考えを改めて、山内家に関して言うと敵の連合に入ってるよね、もう。であれば、むしろ今はここを掛川城を取ってしまうっていうのはどうだろう。掛川城を取って、その後この掛川と犬以上で、最前線の防衛ラインを設定するっていうのがいいかな。で、飯田城の攻防はというと、飯田城自体は兵数少ないですね。で、敵方が約6000、味方の増援が伊藤森政隊5000。で、さらに敵は増援が出てますね。飯田城を取りに来てるな。いい、直政も出てきてますね。これそう考えるとどうだろう。飯田城の防衛に回った方がいい気がするな。三成側というと飯田城に対して防衛戦力を出すつもりはなさそうですからね。となると難しい。どうしようかな。飯田城の守り、三成の飯田城、ここの守りに入るか、それとも先に山内の掛川城を取るか。かなり難しい選択だな。そしたらちょっと兵数まだ万全じゃないけれども、ここは2正面作戦しますか。まずは小早川秀明をこの飯田城の防衛に回しましょう。で、金松隊5000、これが9月になって米が入ったら、直ちに増援として飯田城の防衛に回しましょう。で、あと援軍の要請なんですが、久喜に関してはやっぱり最前線が浜松から動かないですね。この辺りがね、どう安全なルートが確保できる限り、どこまでも増援が出せるっていう形に、ちょっとね、信長の野望大使では変えてもらえると嬉しいですよね。じゃないと同盟を結んでいる意味があまりない。例えば今豊臣に関して言うと、少なくともこの犬以上までは全て、連合を組んでいる国の配下を通るわけなので、こういう場合にはそこまで、遠征できるっていう風にしてもらえると、同盟の効果っていうのがすごく出てきて外交が面白くなるかなと思うんですが、今だと豊臣軍って絶対ここまで来てくれない状況になるので、まあ、少しねそのあたり見直せが入れば嬉しいかなとは思うんですが、少し長くなりましたので、今回は一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、
このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。